で、後で名誉をつけてやってもらうと、要は目標物、歌わない、打つという目標物があってしまうと、もう向こうに意識がいく。そうじゃなくて、自分がどういうふうになっているかというのを意識してもらって、あとは打ってもらう。そういうのを自分の中で、考えてやらないと、どうしても向こうに行ってしまうと、自分の体がどういうふうになっているかというのを全くわからないということになってしまうので、相手と対峙して、例えば面を打つ。打つだったら目標物でいくんじゃなくて、自分はどういう、自分の意識。意識がどこにあるのか、左手なのか、左足なのか、いろんなところで意識を置いて、打っていく。そうすると、その体勢も良くなる。Keep on.